どうも、浅岡園芸です。今日なんですけど、3分でわかる良いポトスの選び方を伝授します。ビギナーの方必見。ポトスを育ててみたいけど自信がない、そんな方でもこれを見れば大丈夫。おしゃれで簡単なポトス、ぜひチャレンジしてみてくださいね。ポトスは観葉植物の中でもポピュラーで、比較的年中流通しているので大型園芸店、量販店などで購入することができますが、冬場は店舗での管理が難しくなり、取り扱いが少なくなります。これから観葉植物を育ててみたいというビギナーの方は、春から夏の暖かい時期に購入した方が失敗が少ないと思いますので、ご注意ください。まず店頭での選び方ですが、しっかり管理されていて生き生きした株を選んでください。下葉が黄色くなっている株や葉が弱っているもの、土が痩せているものは購入後に手入れが必要になるので、がっちりした株を見極めてくださいね。鮮度が気になる方は、いつ入荷した株なのか店員さんに聞いてみたり、選んでもらうのもいいですね。ネット通販などでも販売されていますので、観葉植物を専門に販売されているショップを選ぶと良いと思います。次にどこに飾りたいかによって鉢の大きさを選んでいきます。テーブルサイズでしたら3号から5号鉢、床に置きたいのであれば5号から10号鉢のヘゴ仕立てなどがありますが、まずはテーブルサイズのものから始めることをお勧めします。ポット内でしたら鉢カバーも一緒に選ぶと、すぐにおしゃれな空間を演出することができますので、ぜひ選んでみてくださいね。暖かい時期に植え替えを考えている場合は、鉢底に穴が開いているものを選んでください。鉢カバーとして育てていく場合は、鉢底穴がないものでも大丈夫です。次に品種です。ポトスは何種類かの品種が流通しています。昔からあるゴールデンポトス、ライムポトス、マーブルクイーン、比較的新しい品種のエンジョイ、グローバルグリーン、パーフェクトグリーン、その他にも流通しているみたいですが、生産量が少なく希少品種となっているみたいです。ビギナーの方におすすめの品種は、浅岡園芸で生産しているエンジョイとグローバルグリーンですね。ポトスの中でも比較的丈夫で失敗しにくい品種ですので、まずはこの2品種から育ててみることをおすすめします。お部屋にグリーンを飾ると雰囲気が明るくなり、心も豊かになります。ぜひポトスでほんのひとときの癒しを感じてくださいね。このチャンネルでは、浅岡園芸で育てている観葉植物の育て方をビギナーの方にも分かりやすくお伝えしていきたいと思います。観葉植物をおしゃれに簡単に育てていきたいと思っている方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメントなどをいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。インスタグラムもやっていますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。